とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、ピラミッド、ここを5周回ってみたいと思います。5周回って、出たコマンドメダル。それをね、見ていきます。まあ、大体どんなものが出るかっていうのは、わかってるつもりだけども、まあちょっと確認のためにね、いきます。入手順で見て、315番目まで今持ってるね。315のバーサーカーモード。次は316番目からという風になります。では、5周早速回ってみましょう。それでは、第1回目のドーベルだね。まあ、一人だからちょっと時間はかかる。いや、そうでもないな。うん。もう、本当に、全く時間かからずいけます。まあ、ここ全部ね、倒していかなきゃいけないから、それだけがちょっとめんどくさいかな。もう、敵を倒さずに、ゴール目指して、一直線で行きたいけども。あー、ミスター!それがね、ちょっとできないっていうのが、ちょっとめんどくさいかな。キーラインになっていけ。よし。では残り4周か。結構時間かかりそうだな。頑張ります。それでは5周目のドベル倒しましょう。やっぱりそこそこ時間かかったね。時間もかかったし、一回ね、真っ暗になる不具合、あれも起きちゃって、余計時間かかっちゃったね。パーティーではね、結構、もう、ほとんどならなくなったんだけど、ソロで来た時に、たまになるんだよね、あれ。で、あれやられると、なんだろう、時間も無駄だし、あと、チケットもね、無駄になるから、勘弁してほしいんだよな。せめてチケットをね、返してくれるみたいな、措置があればいいんだけど、チケットもなくなっちゃうからね、あれ。よし。あと1回、アルマゲドゥーンを撃ってきたら終わりかな。その前に倒すか?あぶね。その前になんとか倒せたら倒したいけど、ちょっと隙を見ないといけないからね。はいはい、ちょっと隙を見せて。なかなかちょっと攻撃できるところがない。まあ無理やり行けばね、なんとでもなるんだけど。やったくない。よし、おしまいでーす。はい、5周なかなか長かったわ。はい。まあ、5周というよりも、だいたい6周ぐらいだね。不具合が起きちゃって。では、5周回った結果、どれぐらい入手したのか見てみましょう。それでは集計を見てみましょう。入手順で見て、316番目だね。315番目の、バーサーカーか。の後から、だね。バーサーカー、どこだ?あ、これだな。バーサーカーの、レベル768。で、下が猫スカドライブ。こっからですね。では、まず、最初に出たやつ。グランドオーダースブレイク。出たけども、レベルが570。ちょっと低いな。せめて600台が出てきて欲しかったな。はい。まあ、1個目。グランドオーダースブレイク。そして2つ目。黄昏乱れ打ち。出てるね。で、ダイナミックネコエンド。鋼鉄パイプラッシュ。パイプラッシュはなかなか出る場所少ないんじゃないかな。ここと夜の学校ぐらいかな。はい。次行きましょう。来てるね。紫の舞。闇夜の奇襲。で、またダイナミックネコエンド。全体的にレベル低いな。結構俺ここおすすめかなと思ったけども、レベルが低すぎるね。600
800台か。まあ700台が出てほしいところで、そして黄昏乱れ打ち、乱れ打ち結構出るな。で闇夜の奇襲です。でバックドロッパーニャオス言えてないぞ。バックドロッパーニャオス、そんなに強くない技なんだけどね、出てます。ボスから出たね、バックドロッパーニャオスは。そしてここは、あ、紫の舞。これはね、結構攻撃力重視なので、レベルが低いやつは使いたくないな。でムチムチムチで、珍しい氷塊ゼロストーム出たね。これボスから出ました。でバックドロッパーニャオス、革命のフルーレ、革命のフルーレもちょっと珍しいかな。で狂乱のセレナーデ、フィニッシュスティング、でもう一個出た鋼鉄パイプラッシュと革命のフルーレ。今回結構技出てる方かもしれない。出ない時ほんと出ないからね。そして黄昏乱れ打ちで、グランドオーダーアースブレイクが2個連続で出ました。出たけどこれ600台じゃないからね、500台ってちょっと使えない。でウェルダンです。こんくらいかな。あとパイプラッシュだね。これぐらい出ました。アースブレイクはちょっとレベルが低くて使いにくいかな。せめて600半ばぐらいのレベルは欲しいところなんで、はい。まあ、とりあえずピラミッド5周するとこれぐらい出ました。だいたい出揃ったんじゃないですかね。はい、ではね、他のところも回ってみて、だいたいどんなものが出るのかっていうのをやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。